はい、まあ、今回、ね、先週ちょうど7日の日かな火曜日に、うんまあ、2回目、うん、9月が、まあ、1回目初めてのね、はい、定例会だったんですけど、うんまあ、今回はまあ2回目、はいまあ、一般質問をですね、うんさせていただきまして、まあ、今回取り上げたことは、うんまあ、主にまあ教育、うんうんうん、行政についてなんですけどね、はいはい、もうちょっとかなりまあデリケートなことでもあったんですが、うん、すごくまた大事な問題かなと思うことをちょっと今回取り上げさせていただいたので、はいまあ、ぜひ那覇市議会のですねホームページから、うんそろそろ映像上がってるかもしれないですね、はい、ぜひ高知若江、はいはい、で検索いただけると、はい、そちらからまた今回のものがもう出てアップされてるかもしれません。すいません、先に確認しておけばよかったぜひご覧いただけたらと思いますけども、はい、なんか最近このお二人は、うん、なんか楽しかったこととかワクワクしたこととかなんかありますか？ありますか？私はですね、まあ、最近でもないんですけど、うん、ずっと今期っていうのかな、ドラマを、うん、今が一番ドラマ見てて週7で週7でドラマ毎日見てるそれですかだよね、毎日ってことで、ね、そう、うん、一応録画してまだ見てないものもあるんですけど、はい、日曜日にやってる日本沈没もう最終回を迎えたんですけど、それはまだ1回も見てなくて録画全部してて、うん、で、まあ、この日本沈没を、うん、ね、若ちゃんが長女なんですけど次女の姉がこのドラマにすごいハマって、はい、なんか日本が沈没する夢を見るらしくて、はい、そこまでそうだから夢の中で日本沈没してたって言って、うん、なんか疲れたとか結構影響されやすいというか面白いねって言って、そうドラマにハマってるゆうちゃんだね。ハマってます。そうなんだ、はい、日本沈没といえば、うん、もう今それにすぐ関連して思いついたのは、うんうん、はい、実は私の話していいですか、うん、どうぞ最近11月末にですね、うんうん、実はこの防災士という試験を受けたんですけども、はい、去った金曜日に、うん、はい、合格発表がございましてですね、はいはいはい、見事に合格しました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、もう無事ですね合格して、うん、まあ、ほっとしてる部分と、うん、本当に今ね沈没って言って本当にすぐにはね、うん、もう今災害とか、うん、本当にこう、はいはいはい、いろいろ多いじゃないですか、うん、地震とか本当にやっぱりこうまずはこう自分の地域とか、うんうん、本当に、はい、ね、防災とか、うん、本当に減災に向けていろいろ勉強したり、うん、やっぱ取った資格が、うん、資格というかその防災士のね勉強が、うん、そこで終わりとかじゃなくて、うん、もうそこからここからが始まりだと思ってるので、うん、はいはいはい、私しっかり勉強していこうと、ゆうちゃんドラマの話でね日本沈没まあでも本当沈没したら大変ですけどね、うん、でも今日ねその話、はい、やっぱり若ちゃんの話もしてて、してた、はい、この日本沈没の話から、はいはいはい、この防災のね撮ったよねっていう、はい、ああそれは何、そうそう、誰と、姉と、そう日本が沈没した時にはどうすればいいんですか防災士さん沈没しないように頑張りましょうどう頑張るんだろうね、はい、まあ、で何ゆうちゃん、はい、ん話してて、そうで話して、うん、なんかこういうね、うん、資格、うん、資格ではないけどこういう勉強している人だったらどうこう指示を出すのかなとかそういう話でも、それ指示を出すっていうのは何、沈没しそうってなった時のこのなんていうの命令じゃなくてこう避難命令とかそういうのが避難勧告とか、うん、そういう指示が、ね、大事なんだろうねって言って、これはあくまでも防災士っていうのは、うん、そういうことがあった時に、うん、こうやっぱこう上から出される指示に対して、うん、はいはいはい、やっぱそこで一緒に協力して動くので、うん、まあ、トップがどう判断するかだよ ね、そう、うん、つまりなんていう那覇市とか、それぞれの国とかね、はい、まあ、まずは日本の問題だったらまずは日本のトップがどういう、はい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 、判断をするか、うん、っていうことでしょうね。そう、うん、そういうのがね、うん、そう大切なんだろうねっていう話を、うん、はい、で盛り上がってました。盛り上がってドラマと関連そうなんですね。前ねちょっとね海ね、うん、運転しながら、はいはいはい、軽石がまだまだ残っててですね、うん、すごいこのなんていうかなこう遠くから、うんうん、流れてきたものがまだまだ、うん、
残ってるなと思って、はいはいはい、まあ、これで、なんていうの、みんなでひるすくい上げて、あのボランティアでやってる人もいたんですけど、全然まだまだこう追いつかないような状況かなって思いますね、はいはいはい、こういうのはなかなかないんじゃないですか、事例というか、まあ、これも一つね、やりながらまた積み重なって防災士の方になるのかな、行くのかな、ね、そうですね、軽石もね、軽石問題もね、本当に、まあ、これはまた県もね、議会で取り上げてるっていう話をしてましたけど、また結構の軽石に関しては、はい、一方ではこういろいろ市民の皆さんから軽石を利用して、はい、こういうことができないかっていう声もね、いろいろ上がってきてますよ。あ、面白いアイデアだねっていう、なんかね、それを集めて、はいはいはい、このやっぱ畑とかになんか使えないかとか、この埋め立ての部分でなんか砂とか他のものと混ぜて使えないかとか、植木鉢の、ね、中にもありますよね、あ、中にね、敷くやつに、っていうね、まあ、いろんな声も上がっているので、まあ、本当にね、まあ、再利用っていうかね、そういう形でできたらいいですよね、軽石を、まあ、再利用っていうは言わないね、利用できたらいいですよね、そうですね、まあ、これはね、本当に、まあ、県の方が、まあ、どういうふうに考えてい、ね、いくのかっていうことがまずすごく大事なのかなって思ってるんですけどね、はい、じゃあどうしましょうかね。いや、トチさんの話聞いてないけど。え、私？いや、最近何かありましたかっていう。もういっぱいあるけど、今日終わっちゃうよこれで。今日終わっちゃうよ。そんなに長いの？一つだけよ。ですね、もうやっぱり仕事ね、私も楽しいんですけども、私の塾生がですね、はい、アニメーションコンテストっていうのがあってですね、ウェブアニメーションコンテスト。これでですね、こう3年前から分かって応募してたんですけど、3年連続受賞をしてですね、生徒たちがですね、全国の受賞をしてて、で今回は一人の、まあ、小学生4年生の子がいるんですけども、その子が何ていうかな、こう賞を取ったんですけど、あと1個ダブル受賞みたいな感じでやってたんですよね。なのでなんていうかな、テーマが彼が考えたんですけど、アニメーションは作ればいいんですよね。でそれがコロナでぼっちっていうね、名前で、まあ、例えば入学式だとか、はいはい、そういうのもお家の中でコロナで外に出れないから、こう一人でランドセルしょってこの歩いていたりとかですね、なんか小学4年生が考えるにはすごい深いというかね、なんかすごいなって思ったんですけども、これが、まあ、受賞しておりましたので、はいはいはい、またきっと喜んでるんじゃないかなとは思うんですけどね。そうですね、実は昨日ね、ちょっと夜それを見せてもらって、なんかね、めっちゃなんか深くて、その表現してるのがちょっと涙が出てきたんですけど、やっぱりこのコロナだからこそ、この時だからこそ、小学生ってこんな風に捉えてるんだなっていう、やっぱこう子どもたちが見てるこのコロナの世界っていうのがすごくなんか表現されてましたね。そうですね、外に行かずにお家の中でずっと過ごしているという、各行事行事月各月の行事行事をお家で一人でやってるっていうですね、なるほど、本当に思い出したらもう今涙出てきてうるうる来てますけど一番うるうる来たのが、この12月、この1月2月3月って全部出してって、12月クリスマスって言ったら普通すごい楽しそうじゃん、クリスマスなのに子供一人の子がわーんって泣いて終わっちゃったの、その動画が。だからクリスマスなのにぼっちだから楽しくないっていう、やっぱこうみんなと一緒に遊べないっていう、すごい深いよね。そうね、これ、すごいなって思いますよ、ストーリー。あれはね、ちょっとゆうちゃんも見てほしいかも。見たい。本当に今の時代だからこそ、本当に子供たちって、ね、友達と遊べない、会えないっていう中でこういう気持ちで過ごしてたんだなっていうのが、本当に伝わる動画でした。なんかそういうのあれですね、なんか大人に見てほしいというか、やっぱり子どもの気持ちってね、今こう見た時にえって思った、大人は思ったけど、子どもが見たらあーって思うかもしれないし、子ども同士では共感できる部分もあるはずだけど、ちょっと大人が見るとやっぱこう衝撃だよね。あ、なるほどね、なんかグッときた。まあ、子どもたちってこの、ね、表現はしないけど、みんなこういうことを抱えながらに日々過ごしてるんだなっていうのを、やっぱ学校に通っててもこういうぼっちな気持ちなんだなっていうのを
ものすごいなんかこのうまく表現してて、てかね子供だからありのまま多分表現してると思うんだけど、うんうんうん、それがすごくはい、グッときました。すごい。今も話しながらちょっとうるうる来てますが、はい、というね、まあ、それがね、はい、その子がまあ2つ受賞してたね。そうですね、2つの企業からね、うんうん、もう一人もね受賞していてですね、だからうちの塾生ね、まあ、やっぱり好きなことやってたらワクワクするんだろうなと思うし、そしてそれがね必ず賞取ったからね、うん、いいとかではないんですけれども、うんうん、一つの、ね、目標としてまあ、検定だとかコンテストにはねやってもらうけど、その結果云々じゃなくて、うんうん、そこに向かってやってることによって成長っていうんですかね、うんうんうん、そういうのがあるのがいいんじゃないかなとは思ってるんですよ、うんうん、でそれでまた何らかのね評価が得られて、それはそれでいいねっていうふうに言われたら、まあ、ラッキーかなとは思うんですけど、うんうん、まさかこれダブル受賞だったりしたので、うんうん、ちょっとやっぱり大人から見ても、まあ、審査員の方から見てもなんか響いた何かがあったんじゃないのかなとは思ってますね。まあね、本当にもう私さんはでもその賞を受け、はい、もらったということで、うん、なんかもうめっちゃなんか叫んでるから大きな声で、うん、叫んでるはないんじゃないあでも想像できる大きな声で何が起きたんだと思ったら、うん、塾生が賞を取ったっていうことで、うん、めちゃくちゃ大きな声で何が起きたんだろうって本当に思ったらはい、いやなんか おたけびみたいな、おたけびでした本当に、はい、そのね、ルシさんが叫んだところで、はい、ツイキャスから、はい、今日もコメントいただいてます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、伊坂千早さん、いつもありがとうございます、ありがとうございます、はい、こんにちは、鬼塚千尋です、救急車蹴り飛ばしてすいませんっていうコメントいただいてますけど、なんちゅうコメントでしょうかはい、すいませんということですはい、そして、ジェットさんこんにちは、はい、ということで、はい、こんにちは、ジェットさんこんにちは、いつもありがとうございます、はい、今日はですね久々に今日はゆうちゃんも来てくれてですね、はい、としさんと、3人で輸託しているわけですけれども、うん、まあね、今日もこの後も、最後まで私たちの輸託に皆さんお付き合いいただけたらと思います、はい、はい、ここでじゃあまず1曲曲を挟んでまた輸託していきたいんですが、はい、じゃあまず1曲目ですけれども、はい、これゆうちゃんのね、はい、リクエストで、これは宇多田ヒカルの君に夢中です。それではお聴きください。
聴きいただきました曲は宇多田ヒカルで君に夢中でした。はい、このリクエストの曲ですよね。そうですね、はい、あのなんでこれ選んだんですかね。あ、ちょっと待ってね、なんかこっちから、はい、今携帯が喋ってたような気がするんだけど、ね、私のエコーか何かかなと。ツイキャス開いたらあのこっちからコーチさんの声が。あ、なるほどなるほど。そうそう、そういうこと、ね、何が起きたんだろうと思っていましたけど、ね、私も何が起きたのかなと思ったんですけど、そう、実は私が、うん、あの毎日ねドラマ見てるって言ったんですけど、うん、金曜日の10時からやってる、うん、あの最愛っていうドラマがあって、吉高由里子さんが出てるやつ、はい、そうそうなんですけど、うん、それが、まあ、今週最終回なんですけど、うん、私も結構影響されやすいので、うん、ちょっとこれなんていうのかな、あの恋愛系でもありつつちょっと事件に巻き込まれて、うん、この主人公の人が自分は悪くないのに、うん、なんかこうね、歌詞の中でまた人生狂わすタイプ、うん、なんか狂っていくんですよ、うん、どんどん、うん、っていうドラマで、うん、私もこの夢の中でなんか事件に巻き込まれて人生が狂っていく、狂ってはないけどなんかそうそうそう、なんかそういう夢をよく見るんですけど、うん、なんか、うん、めちゃくちゃなんか疲れそうな、そうそう結構疲れて起きるっていうでもドラマ見て、うん、その夢を見るの。そうだからあんまり夜見ないようにしてて、結構ねこのま、こういう夢の中にすぐ影響されるので、できれば朝見る、うん、朝見るけど夜番組見てたらそれの予告がバーって流れたら、うん、やっぱそこに入っちゃって、うん、寝たらその夢見るんですよ。すごいね。そうそう、だからそれぐらいなんだろう、すごいこの影響力があるというか、うん、そうそう、そのドラマの夢はよく見てますね。逆に利用してなんか、うん、あのハッピーなもの見れば、そうそうそう、ハッピーなもの見たら、うん、ハッピーな夢見るし、うんね、寝る直前、うん、そうそう、で前あの、うん、上の子妊娠してる時は、うん、寝る直前に恐竜 の、うん、あの映画見たら、うん、夢の中で恐竜に追っかけられて、うん、私がなんか恐竜の鳴き声言ってるんですよ追っかける方じゃなかった自分が恐竜の鳴き声真似しながら逃げて、うん、全力で逃げてるっていう夢。夢、そうそう、実はゆうちゃんの前世が恐竜だったかもしれない、ね、だったのかな自分がね泣きながら泣きながらっていうね泣きながら逃げるんだね。そうそうそう、逃げてました。なんか食べられるみたいな。あいやいや、なかなかね、そうそうそう、はい、影響されやすいけどね、はい、そこまでね影響されちゃうゆうちゃんっていうね、はい、そうね、ゆうちゃんね、あの前半ね今日もあの、うん、ドラマにハマって週7目ねドラマを見てるゆうちゃんっていうね、そうそうそう、はい、ことで言ってましたけどね、はいはい、まあ、その主題歌ということだったんですね。そうなんですよ、そうそうそう、はい、でいいところでこの、ね、主題歌が流れるので、はい、なんかもうすごいこのドラマと、うん、あのマッチしてて、はい、そうそうそう、すごいいい曲で、なるほどですね、はい、ということで皆さんね、はい、ゆうちゃんの、はい、あのスタートの時にね週7毎日、はい、ずっと今ドラマにハマってますっていうね、はい、そうなんです、ゆうちゃんですね、はい、なんかねあの YouTube でも6日ぐらい前に、うん、これがアップされてる感じだったので、うん、新しい曲なんですよ ね、 あね、そうですね、今回のその、うん、そうドラマで、なるほどね、そう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 、はいはい、ね、またね、ありがとうございます。ツイキャスからの今コメント来ていますけども、はい、伊坂千早さん、リクエスト、ジャッキーチェンで OK I love you お願いしますということですよ探せたらいいんですが、そして、伊坂さんもですねドラマよりかは映画やアニメが多い俺っていうことですけど、実はね私もそうかもね、はいはいはい、ドラマはあんまり見ない。そうだよね、なんか分かったら一気見したいタイプ、そうだから、ね、待てない、この1週間待てないんですよ。もし見るならもう全部撮って、うんうん、一気に見たい、あもう1日2日で、はい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 、っていうタイプなんですよ。うん、そう、もう1週間が待てなくてもうね、はいはいはい、せっかちなんですよねそれよりはやっぱこう映画とかは本当にこうやっぱ息抜きに見たいですね。最近見てないから、ね、うん、確かに、まあ、最近見たといえば1回アマゾンプライムで、うん、なんかこのなんか UFO とか、なんかそういうのをなんか見てたんだけど、でもね最初の15分ぐらいで寝ちゃってね見たとは言えないね、はいはいはい、あるあるだね、若ちゃんあるある、本当すぐ寝ちゃうからね、はいはいはい、いつも寝てるよね
逆に、ね、逆に私の方がちょっと気になって、うん、最後まで夜中まで見るっていう、はい、私がですね、うん、そう、それでね本当にもう、うん、気持ちはねなんかそういう、うん、たまには見ていいよねってこう思うんですけどね、うんうんうん、もう本当つけた瞬間も本当に最初の多分10分、はいはいはい、ひどい時はもう最初のねこの歌とか流れてる時に寝ちゃうっていうねそれはひどい、はい、ひどいですよねもうそんな感じなんですよね、はいはいはい、なるほどね、はい、まあね、そういう私なんですけど実はね、うん、今日、うん、ちょっと皆さんに紹介したい本がありましてですね、はい、まあ、すぐここ近くのですね純駆動で買ったんですけども、はいはい、ティキさんっていう方が書いてる本で、まあ、ツイキャス何さん？ティキさん。あ、ティキさん。はい。ツイキャスご覧の方は今ちょっとねこの映像で今映してるんですけども、はい、これは全知全能の、幸運の神様ティキが教える脳科学でふわっとなりたい自分になる方法。脳を騙せばすべてうまくいくっていう、うん、はい、本でですね、はい、なんかこのやっぱこう本とか買うときってね、うん、このタイトルとか見てねなんかこう直感的に、うんうんうん、あなんかこれ面白そうみたいな、このふわっとっていうのがまたね、はいはいはい、このふわっとっていうキーワードはね最近流行ってる感じがするんだが、うん、よく聞くんですけどもね、あ、ね、うん、このふわっとなりたい自分になるっていうね、うん、はい、なんか思わず勝手に取ってしまったっていうところもあるんですけど、はいはい、まあどちらかというとこう自分っていうよりは、うん、なんか息子にちょっとこれをなんか紹介したいなっていう思いもあって、まあ、買ってみて、まあ、パラパラっていうのはすごく読みやすい本なので見ていたんですけども、はいはい、で今日はですねその本の中で、うん、いろんなね、まあ、テーマというか、うん、まあ、あるんですが、はい、そこで最初にこの、まあ、ゆうちゃんにこの中で気になるとこある、うん、っていうことで、うんうん、聞いてみたんですが、はい、ゆうちゃんが、一つ選んだのは、はい、周りから見てあなたはどんな人っていう、うんうん、はい、周りから見て、はい、周りから見てあなたはどんな人っていうところで、はい、うん、ゆうちゃん質問みたいなもんですか、質問ですね、うん、まあ、人間は、まあ、自己イメージ通りにならない、あ、じゃあ、ならないじゃない逆でした自己イメージ通りになるということですね、 あまり聞いたことないですねそのならないっていうのはねすいません嘘つきました今皆さん失礼しました、人生を変えたきゃ自己イメージを変えることやっていうことなんですよね、なるほどね、ちょっとだけこの部分紹介させてくださいね、はい、人は誰でも自己イメージを持っています、晴れ女、雨男、ネガティブ、ポジティブ、几帳面、ルーズ、あなたはどんな自己イメージを持っていますか、自分で思い浮かばないときは私ってどんなイメージがあると周りの人に聞いてみるのもいいですね、大人っぽい、無邪気、努力家など意外な言葉が出てくるかもしれません、そのイメージが良いものであれ悪いものであれ知らず知らずのうちにあなたが自分のことをそうイメージしているから現実のあなたもそうなっているんですということです、はい、まあ、このキーワードで、まあ、ゆうちゃんね、はい、周りから見てあなたはどんな人っていうところでヒットしたってことは、うんうん、そう、ゆうちゃんはどうですか、最近 どんな自己イメージですか、そう、ハッとしたことがあって、ハッとしたこと、うん、この周りからの私のイメージは、はい、なんかポジティブとか、はい、で意外と頑固とか言われるんですけど、はい、自分のこのイメージは、はい、まあ、それはそれで置いといて、置いといて、片付けが苦手っていうのがすごいあるんですよ、はい、でそれもこれ見た時に、はい、あ、苦手って自分でねこうしょっちゅうこの言葉に出してるから、うん、もしかしたらそうなってるのかなってふと思って、さっき、そうなのでこれをちょっと変えてみようかな、これから、うん、そこから始めてみようと思って、なるほど、もう片付けは得意大好きって思って、うん、で旦那さんにもちょっと協力してもらって、旦那にも、うんうん、ちょっと毎日こう褒めてもらおうかなと思って片付け上手だねって言ってもらって、うん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 、ちょっとそれでどう変わるかなっていうのをやってみようって、さっきちょっとね、これ見て、あ、さっき思った、うん、さっき思いました、これ見て、はいはい、その通りかもと思って、このイメージとか、うん、それで変わるかもしれないと思って、自分でこう思い込んでただけかもしれないから、うんうんうん、それ大きいかも、そうそうそうって思いましたね、いやそれはなんかわかるな、うんうん、そう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 、うん、いやわかるなって言ったのは、うん、いやもう小学校とか振り返ってみれば、うんうんうん、もう自分は人に馴染めない、うん、学校行けないってずっと思ってた自分がいて、はいはいはい、うん、もうその通りに本当に学校行けない時もあったから、うん、
でもある時小学校高学年ぐらいの時に、うん、イメージを変えたんですよね。それは自分もあんな風にもっとなりたいなとか、うんうん、自分もできるイメージを例えばクラスのリーダー格の女の子がいて、あ、なんかすごいやっぱ憧れて、あんな風に自分の意見を言ってみたいなとか、で自分もそうできるはずみたいな、このイメージとかを持っていきながら、やっぱこう中学校にまた入学し、高校に入学しって、その時その時のこう、まあ、理想こんな風になりたいなっていうイメージを自分に置き換えてやった結果、はい、今今こんな今こんなって言った今今こんなって言った今今多分ね聞いてる方、うん、小学校の時そうだったのって多分そっちの方がね信じられないぐらい、信じられないよね多分、うん、でもみんな絶対信じてもらえないんですけど、うん、でも本当にそういうことを経験したからこそ、うん、やっぱこの自己イメージ、うん、すごい大事だなって思います、はいはいはい、うん、その小さい頃のものがずっとなんていうかなこう思っているっていうことなのかな。どういうこと。いや常に常に自己イメージって変わっていいと思うんですよ。まあまあそれはそうでしょうね。例えばできなかったことがこうできるようになった時に、うんうん、さらにそこからのまた自己イメージ、うん、あもっとこんな風になりたいなとか、うん、アップデートしていくわけですね。アップデートを、はい、うん、していきながら、まあ、今もいろいろね、うん、ありますけどね、はいはい、こんな風にできたらいいなとか、はい、だからそうやって どんどんアップデートしていいんじゃないですかね、うん、自己イメージっていうのは、いいんじゃないですかね、それをチャレンジすることで、うん、やっぱイメージを持ち続けることで、うん、それが多分自然と行動に出るようになるでしょうし、イメージを持ち続けることが、うん、そうなって当たり前みたいな、うん、風にだんだんなってくんじゃないかなって、うん、イメージ大事ですよね、うん、確かに、うん、じゃあ脳科学的にどうなんでしたっけ、今のは結局どうすればいいんですか。はい、自己イメージで人はいかようにも変わるっていう、うん、あだから自己イメージを、はい、なりたい自分をイメージするっていうことですね。ということなんですね。自己のイメージを、変えるということですね。変えるということ、はい、うん、ネガティブな人生を変えたいんだったら、うん、自己イメージを変えるっていうことですね、うんうんうん、これはね誰かをモデルにするっていうイメージなんですかね、それとも抽象的な自分でこうなんていうかな、こうやってるできてる私みたいな感じで、そう最終的にはそうできてる自分じゃない、自己イメージだから、うん、だから例えばこうモデルケースというか自分の中で、うん、あこんな風になりたいなって思ってるものを自分に置き換えることが大事じゃないですかね、うんうんうん、なんか得意そうだけど、めっちゃ得意得意そうだよね、得意です、ね、はい、もう得意すぎます、うん、ね、ゆうちゃんはどんなかな。私も結構得意かもしれない。うん、どう変わってきた、何か変わってきた、うん、今まで、うん、例えば今みたいな感じで思いついてこうしようって、うん、今日からこうしようって思ったら、うん、意外とそうなるというか、うん、へ、実行に移せるタイプ、ね、っていうのも多分イメージなのかな、ね、イメージ自分はポジティブで、ね、この思い立ったら結構早いみたいなって思ってて、うん、それも多分ね自分のイメージかもしれないんですけど、うん、そういう、そうそうそう、でこれ戻ったりしない、この昔の習慣とかよくね、なんていうかな、考え方の癖とか、あ、こんなのか、考え方の癖が多分あれなのかな、ポジティブなのかな、ポジティブっていうか素晴らしい、ね、なんか悪いことがあって、あこれは絶対なんか意味があるとか、うん、いい方向に向かうためのこれなんだみたいな、うん、っていう癖だからあんまり落ち込まないのも、まあ、悪いとこでもあり、うん、いいとこでもあるというかね、うん、どうしたらどうなの、自己イメージ自己イメージはね、低いような気がしますね、うん、なんかいつもね、まだ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 っていうのはあるんですよね、はい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 、だからなかなか満足できないというか、だからこうなんていうのかな、やっぱり固定的な誰かなんていうかな、モデルというか、うん、そういうのはちょっといないとは思うんですが、なんかそうですね、逆にですね、すごい人たちを見たら、あこの人すごいって思ってちょっとひるんでしまうような感じはあるかもしれないです。ちょっとね、まあ、なんていうの、こう、うん、見かけによらずって言われるか分からないですけど、うん、結構ねネガティブって言われるよね、ネガティブ思考っていうかねなんていうのかな、この最近行ったことあるっけ、おどおどするっていうかいや今までのね、うんうん、今最近はなんていうのかな、うん、仕事がね今面白くってからですね、うんうん、しかもお家で料理もねよく最近はよくできるように、はいはいはい、で
ここだここ、あの料理できないと思ってたんですよ自分は。そうよね。もうね、あの不安というか見えないと全然進まない、うんうん、でその不安を消すために調べ始めて疲れて寝るっていう話になっちゃうのだから、なかなか実行に移せなかったんですけど、今はまあ必要に迫られてというか、もうね、あのみんなにねご飯というかね、あの作らんといけないなって思ったりしてもうどんなのあげられるかわからないんですけど、案外あのみんなに食べさせて、食べさせるというかな、このあげてみたら、あの反響がいいので、今日ね、うん、てかとしさんね、うん、毎日弁当作ってくれてるんですよ、すごい私、で今日はね、うん、卵焼きでしょ、うん、ベーコンでしょ、うん、でサバの味噌煮でしょ、でしかもこのなんていうの、ジャーマンポテトみたいな、あれはねカレー味の、うん、そうそう、あのカレー味の、びっくりしたんだけど、あのジャガイモと、あのシャケのフレークをね、あの、ま、混ぜ混ぜしたもの。あ、そうね。そんなものをね、すごいね。あのお弁当にあの味噌汁付き。うちの旦那のもね。これね、あのたまたま営業が来てて、うんうん、あの通販のね、あの、うんうん、オイシックスっていうのがあるんですけどね。あれね、ちょっと試しに撮ってみたんですよ。あ、オイシックス、はい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 。それで気になってた。それがですね、うん、あのちょうど1週間分があの前回で切れたので、うんうん、もう作れない、ごめんねって言ってたんですけど、うんうんうん、一応どうにかこうにか。まあ、今日 は、 あの、はいはいはい、作れたんですけどね。なんだろう、すごいね。だからこの何週間できないって言ってた、うんうん、あのトシさんが、うん、自分はできない、いやもう絶対無理だって言ってた人が、うん、そういう風に作れるようになったってことは、うん、これすごいよね、うん、これね、すごい、あの自分がこうなりたいとか思ってるわけじゃなくて、うんうん、なんか作って大変なものあげたらどうなるんだろう、焦がしたりとかね、あの、はいはい、美味しくないものをあげたらどうなるんだろうかなっていうのはあったんですけど、うんうん、必要に迫られてやったので、うんうん、あのこれをですね食べたら美味しいって言われるじゃないですか、うんうん、で自分があのもっと作れるようになりたいとは思わないですよ、うんうん、だけど思わないんだ思って、ああ、衝撃なんだけど思わないんだ、こうつ、あの、ね、あの作ってる間にこう何回か同じような作業っていうのが慣れてくるというか、はいはいはい、見えて安心というか、そうなるとあの、まあ、あの少しずつできてきたんでしょうね、必死にやってたら、はいはいはい、でも毎回ねそっち おいしいって言われるから、あ、なんかあの逆にこのイメージを変えるも何も、うん、多分褒められて、うんうん、あの調子超えてるんじゃないですかね。あとしさんはこの行動から脳のイメージが変わるタイプなのかもしれない、うん、脳から変わるんじゃなくて行動から脳のイメージがこう変わっていって、だから、ね、じゃあここで言う、うん、この本で言う脳科学ではなくて、うん、脳科学で進んでいくタイプではないという、行動から脳が変わってそっから脳のあれがシフトしたら変わっていく、うん、あでもさ、その目次か何かに、はい、あの行動から、うん、あの感情が生まれるとかそんなのなかった、なんかさっきパラパラパラって見てたんですけど、はい、30番ぐらいかな、分からないけどこう今、ちょっと調べてって言われても、章の、はい、ので最後の項目になると思うんですけど、はい、2章か3章のね、はいはい、うん、だからまあそんなあったような気がするんですけど、なるほど、じゃあ自分の場合はこうなんていうかな、すごくね、几帳面にこう計画を立てないと進めないタイプなんですよね、うんうん、なんだけだから、すごく遅いんですよ、うん、なん安心ができないと、はいはいはい、不安が多すぎ見えないと、うん、ものすごく不安なんですよね、うんうんうん、だから多分ねスピード遅いと思うんですよ、はい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 、ここは確かに自分でも自覚していて、うん、そういう意味でじゃあ自己イメージっていうのは、うん、自分はこうなんていうかな、しっかりやらないと、うんうんうん、準備しないと、はいはいはい、なんかできないっていうね、あの自己イメージはあるかもしれません、うん、ただね、今の話を聞いたらね、うん、この思い込みみたいなものを変えること、うんうん、変えてできるかな、できたらいいな、いやでもね、としさん今言ったみたいに、うんうんうん、ちょっと今読んでたんだけど、はいはいはい、ありましたよ、行動するから感情がついてる、うん、でしょでしょで、やる気があるから行動する、うん、自信がないからやめる、楽しいから笑う、うん、これらはすべて逆です、逆、人間は行動するからやる気が出る、うん、やめるから自信がなくなる、うん、笑うから楽しくなるという生き物なんですっていう、はいはいはい、なるほど、ね、楽しいから笑うんじゃなくて、はい、笑うから楽しい、はい、で試しに笑顔で、うん、笑顔でですよ、はい、ムカつく、もう嫌だなどとネガティブなことを言ってみてください、顔が引きつってしまってかなり顔が引きずってしまってかなり難しいのではないでしょうか、うん、そうですね、人は表面的な行動に引っ張られる生き物、うん、あ、はいはいはい、動いてしまえばその行動の理由付けをするためにやる気が湧いてくるし、うん、逃げ出すと
その行動を正当化するために怖い不安という感情を抱きます、うん、このように順序が逆なんです、うん、この順序を間違えると物事がうまくいきませんということが書かれてますよ、うん、だから一番大切な順序は、まあ、本当はまあ自己イメージを持っての行動ってあるんですけどね、はい、じゃあちょっと変えるようにですね、はい、いい方向に変えるように努めてみますね、はいはい、というね、はい、ことですけど、うん、はい、まあ、ツイキャスからもコメントいただいておりますよ、はい、ありがとうございます。長谷川さんありがとうございます、はい、ゆうちゃんあそして、ベルリン3丁目からチューガナイビーラ、今日のランチは電車で10分のベルリン1丁目で10年ぶりの行楽園の中華そばを伺いました。現在のベルリン気温は11度ですってことですね。長谷川さん今じゃ沖縄じゃないっていうことですね。外国ですか。はい、そして、結果良ければ何でも良いのではということですけど、先ほどの話ですかね。まあ本当ね、今日はですね、実は、はい、こういったね、脳科学でふわっとなりたい自分になる方法という本をですね、うんうん、ちょっと紹介しながら、ふわっとか、はい、なるほどねということですけどね、うんうんうん、はい、ということで、あと一つ紹介したことがあるんですが、はい、ちょっとまだ曲の後に行きましょうかね。わかりました、はい、ですね、先ほどのリクエストになりました、はい、ジャッキーチェンで、OK I love you ですね。はい、どうぞ。はい、お聴きいただいた曲はジャッキー・チェンの OK I love you でした。ですね、イントロ聞いたことあるんです、あるような気がするんですけど、歌自体はちょっと覚えてなくてですね、うん、僕が覚えてる歌はですね、プロジェクト A で使われたね、なんだ会社通営じゃないな、なんだっけ、ちょっと忘れたな今歌おうとしてる、歌のセリフですよ、セリフは、いや 歌ですけど、はいはい、どうぞ、忘れましたそこまで行って今だからさ、今ポーンって飛び寄った実はね、カラオケで歌うからね、結構ね、うん、そういう感じのね、うん、ここでファイでフォンとかあったよね、うん、そうだったそうだった、ちょっと今遠慮して歌ったでしょ、エコーが入ってないなと思ってあ、そうか、エコーが必要だったそうそういうことですね、うん、はい、いいですね、気持ちいいですよ、この、うん、なんていうの、こう中国語を歌ってて、うん、なんだったっけな、このプロジェクト A だ、
あれは面白いですね、はいはい、めっちゃ思いっきり歌うもんね、いつも、ね、最近カラオケ意味はさっぱりわかりませんけどね。あのいつものやつ、いつものやつ あれいつもだったっけ。いつものやつですよ。あれしか知らない。はい、ツイキャスからコメント、長谷川さん、はい、ベルリンは物価安いですよ。もやし25円、キャベツ半玉60円、豆腐35円です。めちゃくちゃ安いですね。いいですね。ベルリンにいる。いや、まあ、ベルリンという名の内地ですかね。あ、なるほど。おそらくそうだと思いますよ。確かに25円安いな。あの45円ぐらいですよね、大体ね。大体沖縄ね、ちょっといろいろね、ちょっと値段するよね、本土に比べたらね。キャベツもね、半分で100円ぐらいかな、うん、時期によってね、もう200円するのもあるよね。なんか俺主婦に料理するから、ね、あ、そっか、なんか主婦になった感じですね、うんうんうん、はい。そして、長谷川さん、1丁目のサティでフリースが1000円でしたっていう、なんかすごい、なんか何もかも今 安いですね。安いところにね。そうなんですね、はい、そしてですね、もう今日はですね、はい、まあ、久々にゆうちゃんも、うん、一緒にね、はい、ユンタクして、はいはい、ゆうちゃんのハマってるドラマの話から、はい、まあ、私もね、もうね、最初にお伝えしたんですけど、今、うん、11月26日から、まあ、議会中で、うん、実はこの議会もね、那覇市議会もですね、はい、22日の水曜日までなんですよね。はい、そのまあ議会中で今日も朝、委員会は総務委員会なんですけどね、うんうん、委員会を終えてもうめっちゃ急いできたっていう、うん、はい、途中だったらね、抜けて委員会とか言おうかなと思って。どうさそう来る。はい、そう来ましたね、ゆうちゃんね。ゆうちゃんの一言、親父。ちょっとカレンみたいなコメントだったね。そうね、そんなコメントでしたね、はい、今ね。はい、まあそんなこんなでですね、はい、ちょっと実はあと一つ、うん、ちょっとご紹介したいこの本からですね、あるんですけども、自分の攻め癖ありませんかっていう、うん、はい、はい、その自分、人間って不思議やな、なんでわざわざ自分で自分を責めんの、自分を褒めればできる自分になるのにっていう、はい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 、皆さんどうですか、自分の攻め癖ってありますか。まあ、さっき言ったようにまだまだっていうところはあるかもしれませんね、うん、ほんのちょっとね、何かもう本当に年に1回かな、自分が、あ、よしできたって思ったりするっていうのかな、うん、っていうのはそんな感じかなと思うんですが、前からね、頭では自分のことを褒めなければって思ってるんですよ。よくね、うん、自己肯定感を高めるためにって言いますけれども、うん、なかなか定着しないですね、うんうん、なんていうかな、こう、これぐらいで喜んでいいのかなってっていうか、うん、まだまだだなっていうふうに思いがちですね。まだまだ。どうですか、ゆうちゃんは。私はどちらかというと、このできてたことができなくなった時に攻め、うんうん、ちょっと攻めます。この例えば子育て前、あ、子供が生まれる前はこの、ね、うん、全部自分の時間なので、うんうん、こう家事のこととか家事いろいろこうバーってできたのが、うん、やっぱ途中で泣いたりとかってなった時にできなくなる、うん、で1日全部できてたことが1個か2個、うん、優先順位をつけてやるっていう時に、うんうんうん、なんでできないんだろうって自分を責めてたりはしたんですけど、うん、でもまあ、切り替えも早いので、素晴らしい。どうやったらできるかなっていう、そうそうそう、感じですぐ一応切り替えはできます。じゃあ攻めるけど切り替えも早い、そうそう、かなり早いです。なるほどですね。攻め続けたらね、はい、自分がかわいそうじゃないのかなと思うんですけどね、うんうんうん、そうですよね、うん、だから自分を責めるっていう言葉が、うん、実は私あんまり当てはまらない、うん、見たことない、自分をほとんど見たことないな。褒めるよね。どちらかというと、うん、昔はあったかもしれない、うん、20代の頃は、うんうん、でもちょっとその20代の後半にちょっと鬱状態になって、うんうん、めちゃくちゃ自分を責め続けた結果、はいはいはい、いいことがなかったんですよね、うん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 、だからどんどん自分が落ちるだけ、うん、だからもう本当にその気持ちの面でも、うん、本当に体力的にも落ちるだけ落ちて、うん、もうそこからやっぱ這い上がる時っていうのは、うん、やっぱ自分をもう褒めることに切り替えないと、うん、やっぱこうね、来れなかったっていうのもあるし、うん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 、だからもう攻めるっていうことは、うん、もうしなくなったかな。うん、どうやってこう自分を褒めようと思ったのかな。どうやっきっかけっていうのかな。結局自分を責め続けた結果、なんでこれもこんなことができないんだとか、うん、なんかこう例えばこう人と比較して、うん、あの人はできるのに自分できないとか、うん、今のね、リスナーさんもね、うん、そういう状態ですよっていう風なお声もいただいているんですけどね、はい、はいはい、
まあ、でも本当にね、あのそういう状態で、うん、もう本当にこうあの自分が落ちてしまった時に結局そこで何も生まれなかったんですよね。うん、まあ、そういうふうに、うん、あのやっぱ自分を結局自分でしか自分を自分であじゃない、うん、人に褒められることを期待するんじゃなくて、うんうんうん、自分でこう褒める、うんうん、それだなっていうことにやっぱ気づきましたね。まあ、自分はねあのコントロールできるというか、そうそうそう、あの他人にね、だ他人に評価される評価される自分っていう、それがベストだと思っていた自分が、うん、人が褒めなくても、うん、自分で自分を褒めればいいじゃん、うん、っていう風にやっぱ切り替わって、うん、でさっき言ったようにそれも習慣化、うん、やっぱ癖だからね、元戻っちゃうのね、もともとだけど、なんかいやそうじゃないって、自分で自分を褒めればいいのよって、こう自分にまたねこう自己暗示みたいな、うん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 、言い聞かせていくと、うん、どん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 自分を責める時間よりは自分を褒める方が多くなって、うん、今に至ってるっていうことなんですけど、ね、はいはいはい、この本買わなくても大丈夫じゃん、ふわっとしてない大丈夫いや、まあ、あのどちらかというとですね、はい、まあ、ふわっとなりたい自分になる方法、うん、もしかしたら私はもう実践してるのかもしれないって思ったんですよ、うん、結構実践できてるような気がする、はい、ただやっぱりこう、ね、ちょっと家族にも子供たちにもちょっとこう見せたいなとかっていうのがあって、ちょっとふわっと買ったっていう感じですかね、うんうん、ふわっと購入してみました。あ、なるほどね、はい、財布もふわっとそう、財布もふわっとこの、ね、うん、はい、そういう感じで買ってみたんですが、いい、ね、うん、まあ、今日はね、あの、まあ、あのそういうね、あのちょっとこの本を紹介しながらちょっとお話しさせてもらったんですけどね、うん、ツイキャスからもメッセージいただいてますけど、はい、伊坂千早さん、うん、楽観的になるにはどうしたらいいんや。さあ、どうしたらいいんや。自分は悲観的になりやすいからすぐ切り替えできる人が羨ましい、うん、同じかもしれないですね。なるほど、はいはい、教えてください。うーん、若井さん教えてくださいそうですね、自分悲観的、まあでも昔がそうだったからね、本当にやっぱりこう、そうですね、次回のラジオでゆっくりお話ししましょうか、はい、なんでさっき言ったようにね、あの自己イメージっていうのかな、 それもいいんじゃない。いや、そうなんですよね、いや今あの自己イメージ、やっぱ自己イメージでしょうかね。なんかモデルがいたらね、いいかなって思いますね、うん、確かにあの具体的にモデルがいるとするじゃないですか、こう、うん、いつでも明るく、ね、うん、振る舞ってるような人がいたとして、まあ、その人だってね、本当のところは当然悩みもあるとは思うんですけど、うん、ただあの、ね、さっきゆうちゃんが言ってたように、あの、まあ、やっぱりこの切り替えの速さっていうのかな、うん、これをね、あの何回か続けていて、うんうん、これがあの定着してくるのが大事じゃないかなと思うんですよね、はいはい、必ず誰だってあの怒りだとか、うん、悲しいとかそういうのはあると思うんですけど、うんうんうん、あのこれを切り替えるのはあの実は大事じゃないかなと思うんですけどね、うん、なんか昔、はい、あのまちゃみがテレビで、うん、あの私はネガティブだからポジティブに生きてるのって言ってた言葉があって、でそれでハッとして、ネガティブだからこうあえてポジティブに考えようって切り替えてんだなって。そうそうそう、なるほどなるほど、それがきっかけですね、ポジティブになった。ゆうちゃんがうまくまとめてくれました。そうそうそう、ありがとうございます、はいはい、そして長谷川さん、自分も責めますが他人も責めますよっていう、はい、そして長谷川さん、パーランチのラストドラマです。あ、ドラマの話ですね。そうそうそう、月曜日の10時です、はい、なるほど、はい、それをね、今日ゆうちゃんのドラマの話してましたからね。そしてジェットさん、私はお金を下ろしてきたのにアウトレットへ来たけど何も買うものありませんでした。あ、そういういいですね、でもアウトレットね、お買い物楽しんでください。そして長谷川さん、某日本沈没のラストは残念だったなっていう、あ、ドラマですね、ドラマですね、はい、もう今日はねドラマの話とあのこの本の紹介からね、いろいろお話しさせてもらってますけど、はい、気づけばあっという間の時間になってしまいまして、はい、そうですね、ちょっとそろそろですね、ちょっとエンディングに入らせていただきたいと思います、はい、まあ、本当に皆さんあっという間の時間でございますが、この放送もですね、この後また YouTube でアップいたします。 YouTube からコーチ若江で検索いただけると視聴することができますので、途中からしか聞けなかったという方はまたぜひ聞いていただきたいと思います。次回は、12月29日水曜日、この時はですね、あの収録にての放送となりますので、ぜひお楽しみにしてください。収録なんですね、うん、そうですね、
はい、この番組は、高知若江、そして、ワクワク ITS 塾塾長のとしさん、そして、はい、ハンドメイドアクセサリーだままゆうちゃん、はい、今日は3人で、お送りさせていただきまして、今日もツイキャスからのコメント、伊坂千早さん、そして長谷川さん、ジェットさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。気づけばですね、来週はもうあっという間にまたクリスマス、うんうん、年末ですな、年末ですよ、本当に早い早いです、あっという間です、うん、ですね、はい、はい、もうね、本当にこれからね、なんかまた県外ではとても寒いみたいですけど、うんうん、皆さん本当に風邪もひかないように、はい、沖縄も今太陽出てますが暑いですね、暑いですね、はい、しっかりね、もう防寒しながら、うん、対策しながら風邪ひかないようにしてくださいね、はい、ジェットさんツイキャスから、今週は出かけ先で聞いてたから一回もトシさんにツッコミ入れられなかったチキショー、いやいや、ツッコむところないですよ、全然私にツッコむところなんてありませんよツッコミどころ満載です満載でございますね。でもね、もう出先から聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。長谷川さんもね、ベルリンからありがとうございますベルリンから、はい、そして伊坂さんもですね、もう本当に今悲観的、あ、もうじゃなくてまたね、楽観的にまたね、今日からまた過ごしていきましょう。いいですね、はい、皆さんも今日もね、リスナーの皆さんとね、お聞きいただきましてありがとうございました。じゃあまた次回放送楽しみにしてください。はい、それではまた皆さん、またね、ありがとうございます。はい、再来週。